髪型ボーイズを語らせてくれ。どうも皆さん、こんにちは、クーです。はい、今日はですね、9月22日の、まあ、日曜日ですね、まあ、3連休の真ん中ですかね、の5時からあった髪型ボーイズ、まあ、関西の、まあ、旧ジャニーズ現スターエンターテインメントの4組がライブをしたってところで、まあ、それで、ね、生配信があったんですけども、ちょっと僕はね、ちょっと現場とかには行けなくて、生配信お金払ってみたんですけども、まあ今日はですね、そちらの感想についてお話ししていきたいなって思います。皆さん見ました?生配信。まあそれか、まあ現場で行った人もまあ見てると思うんですけども、やっぱこのね、なんかいろんなグループが集まってやるパフォーマンスとかライブっていうのは燃え上がりますよね。まあ簡単にわかりやすいので言うと、ジャニーフェスだったりとか、まあ、最近あった We Are スタコンだったりとか、 We Are Let's Get Party Start とかね、まあ、あれに関しては東西の、まあ、本当に関東あったら、まあ、近畿とかはいないけど、そう We Are のウィーコンだったら、ウィーコンじゃねえやスタコンだったらいなかったけど、まあ、ニュースから、まあ、含めて、まあ、最近の A とかもいたと思うんですけど、まあ、今回は、まあ、髪型ボーイズっていう、まあ、元関ジャニのスーパーエイト、元ジャニーズベストのウエスト、あとなにわ男子。で、もともとこの3つのね、グループで、無責任でええじゃないかラブっていうのを、まあ、ミュージックビデオだったりとか、まあ、MV とかっていうのを YouTube でアップロードしていろいろ活動していたと思うんですけども、まあ、そこに A グループが加わって、なんかジャケシャもね、なんかそのスノーマンシークレタッチみたいな、結構青いの。青いっていうか、まあ、水色かな?水色テイストの、ジャケットだったりすると思うんですけども、まあ、そちらの、まあ、4組で髪型ボーイズっていう、まあ、グループというか期間限定ユニットみたいなのを組んで、まあ、いろんなところでパフォーマンスしていく、 MV だったりとか楽曲出したりとかライブやっていくっていう中で、まあ、いい動きというか新しいですよね。これも今だったらそういったいろんなグループが集まるっていうのはどうしてもこのジャニフェスとか、なんかそのジャニーズカウントダウンみたいな大きいところだったと思うんですけども、関西っていうところに分けて、まあ、昨日ライブしたと思うんですけども、いやもうちょっと語りたいところ正直ありすぎますよね。まあ一番とか、まあ結構一番話したいかな、個人的には。で、まあ僕はちょっとね、ライブには行けなくて、ファミリークラブとか、そっちの方でお金を払って配信見てたんですけども、まあ、配信も配信でね、もちろん現場の方が熱量とかも伝わるんで当たり前なんですけども、まあほとんどの人が当たんないじゃないですか。We Areのコンサートもそうでしたけど。まあ、そういった形でこうやって配信でちゃんとやってくれる、そのなんかもちろん見逃し配信みたいなので、なんか10月の多分頭の方だったかな、まで確かこの髪型ボーイズのライブ見れたと思うんですけども、そうじゃなくてちゃんと当日もやってくれるっていうのは、ある程度同じ熱量で見れるのかなっていう感じはしますよね。これ全ライブに、全ライブは無理か、例えばストーンズ、スノーマンとかの、まあその各アーティストの最後のライブは配信も見れるみたいな、お金払えばみたいなやれば、事務所としてもお金儲けいっぱいできるのになと思いますよね。もしかしたらそういう風に動き的には変わっていくのかもしれないですね。まあ、無責任でいいじゃないかラブの時は A グループがいないスーパー8、ウエスト、なにわだったと思うんですけど、世界を明るく照らしましょうの方だと、まあ、A グループが入った4組ってとこで、今回のライブ皆さんはどれが一番うおーってありました？僕も、まあ、ウォーってなったとかいっぱいあったんですけど、やっぱその、例えば、もちろん、素晴らしいんですけど、A グループの A ビギニングとか、ウエストの証拠とか、まあ、それはなんか、ね、本人たちの楽曲なんで、一番かっけえのは当たり前じゃないですか。だからやっぱこういう場所だったりとか、こういうパフォーマンスで一番燃えるのは、違うグループのを、このグループが歌うんだだったりとか、この楽曲をこのシャッフルのメンバーで歌うんだみたいのが、まあ燃えますよね、個人的には。個人的には僕はエイトが歌ったセクシーサマーに雪が降るは結構好きだったんですよ。まあ画像とかは多分あんま、一応配信のやつなんで使っちゃいけないかなと思うんで、まあ、なんだろう、髪型ボーイズのジャケシャが貼ってあると思うんですけども、セクシーサマーに雪が降るで、横山くんのね、メリークリスマスとか、大倉くんの一年中愛してるよとか、なんかそう、大倉くんとかもさ、ね、今もだよ、みたいな、ウブラブのミッチのセリフだったりとかあったじゃないですか。結構、エイトはブリブリのアイドルソング歌ってくれるからいいっすよね。
なんかもっとそれこそウエストみたいに恋を知らないとかさ、そういうのでもよかったと思うんですけど、ブリブリのね、楽曲を歌ってくれるからいいといいなって感じますよね。そう、40歳超えたおじさんたちが甘いセリフ言うのも、なんかそれはそれで新しいというか、やっぱああいうのって10代20代が言うものじゃないですか。けど40代が言ってもエモいんだぞっていう、エモいというか40代が歌ってもそれは渋みがあっていいというかね。なにわのファンファーレも良かったですよね。やっぱファンファーレといったら平成ジャンプで、まあ、平成ジャンプといったらミッチー、まあ、平成ジャンプといったらっていうか、まあミッチーイコール山田涼介君みたいなイメージってあるじゃないですか。山ちゃんのフェイクでテテテテテンテみたいなファンファーレのメロディが流れて、ドゥルドゥッドゥルドゥッってその音をはめていく、揃えるダンスのところはしっかり揃ってて、でイエーイってフェイクのところをミッチーが歌うっていうね、これいいっすよね。めちゃくちゃかっこいい。ダンスも揃ってるし、その山ちゃんがやってるフェイクをミッチーがやってエモいし、でサビ前のさ、山ちゃんが動き始めるイエーって歌った後、サビ入るってこう、なんかサビ入るってこう一瞬あるじゃないですか。まあ1秒ぐらいなのかな。でこのままフラッシュフラッシュって歌う、このイエーこのままこのところで、山ちゃんがいつも変顔したりとか、なんかね、そのカメラ目線で見つめる感じとか、あのなんか息をぐっと捕まえてる感じをハッスンがやってたんですけど、なんかちっちゃくね、チュッチュッみたいな可愛いかよハッスンみたいな、なんかその山ちゃんとは違う発数のね、その空気というか一瞬のつかみ、これなんか何話男子全員パターンで見たいですよね。強兵だったら何やるんだろうとか。で結構僕 A のねバンバンバカンスも良くて、まあ、A グループというか、まあ、スエイコール木村拓哉さんみたいなイメージあるじゃないですか。まあ、超尊敬してるし、待ち受けにもしてるし、でバカンスって言葉の半分はバカバカバカってあるじゃないですか、小事件が歌うところ。しかもそれを小事件がなんかね、バカバカバカみたいな感じで、ほんとおバカちゃんになって歌ってる。でしかもそれをマサヤがさ、なんつったのか聞こえなかったんだ、多分めっちゃバカみたいな感じで、あの小事件を指してるんですよ。で小事件がちゃんとバカンバカンバカって、その自分、まあおバカちゃん、おバカちゃんをもう全面にやるじゃないですか、ふざけて。それに対してマサイがこいつめっちゃバカだよみたいな、なんかそのなんだろうね、この一パッケージなんだろうね、小事件がふざけてマサイが突っ込むってほど突っ込んでないけど、なんかそういうなんか一個のパフォーマンスで、まあ、もちろん生歌の強さってもありますけど、こうやってちょっとなんかアレンジ聞かせるっていうところ、そこがやっぱりその A の面白みでもありますよね。単純に綺麗な強い男らしい歌声を届けるだけじゃないっていう。でも僕ね、これたまんなかったんですけど、そのニュースの声を知らない君への歌い出し、もう桐山くんだったじゃないですか。でなんか桐山くんの歌ってさ、なんか演歌っぽい歌い方じゃないですか。拳がある言い方っていうか、まあすごく簡単に言うと、僕全然歌詳しくないからわかんないんだけど、どっちがいいとか悪いとか、ね、もう本当さ、好みの話なんですけど、手越くんと真逆というか、手越くんは、なんか本当に、なんか聞いてて、理性って感じがするんですよ。なんかその、美しくて儚いものみたいな。あなただけは消えないで、みたいな。全然なんかイメージ違うかもしれないんですけど、なんか手越くんのは、天とかに空に向かって歌ってる感じ。あなただけは消えないでって、なんかその空に向かって歌ってる感じがするんですよ。でも桐山くんのはあなたに向かって歌ってますよみたいなニュアンスちょっと違うんだけど、やっぱ拳がある力がある歌い方、あなただけはみたいな、消えないでみたいな、まあもちろんそのね、桐山くんのビブラートって感じなんですけど、もうこれがねたまんなかったんですよ。桐山くんの歌を、あ、違う、間違えた。ニュースの歌で、しかも手越くんのパートを桐山くんが歌うんだみたいな。なんか、僕の勝手な偏見なんですけど、まあ、もうダメだ。興奮しすぎて。手越くんのパートだったら、なんかその、声質的に神ちゃんとか、浜ちゃんとかならわかるんですけど、ちょっと真逆というか、ね、そこ、桐山くんが歌うんだってなった時に、あ、逆にいいってなったんですよ。真逆の人が歌うからこそ、
全然違うっていう、その手越くんの歌とはまた、これがね、たまんねーと思って、かっこいいって。ギアバック超かっこいいみたいな。で、まあみんながね、その後、流星とかシゲとかって順番で歌っていく中で最後、神ちゃん。終わり告げるように。その後に手越くんだった、はーみたいな感じなんですけど、神ちゃんは、うわーみたいな感じだったんですよ。なんかそこも、なんか違う、かっこいいみたいな。僕はちょっとめちゃくちゃ興奮しまして、まあウエストもともと超好きだから、まあまあ YouTube では喋んないですけど、いやめっちゃいいな、かっこいいな、と思いましたね。はい、今日はですね、この髪型ボーイズのライブで、まあ主に、8がセクシーゾーンだったりとか、ウエストがニュースだったりとか、それぞれのグループが違うアーティスト、違うグループの歌を歌うってところについていろいろお話させていただいたんですけども、まあ、パート2の方では、まあ、シャッフルコーナーとか、ディアマイラバーとか、1番とか、青春アミーゴとか、本当にそのメンバーがぐちゃぐちゃしてる感じ、本当にジャニーズシャッフルメドレーみたいな感じのところについていろいろお話ししていきたいと思いますので、ぜひそちらの方を見ていただけたらなってに思います。はい、自分はですね、こういったスタートエンターテインメントの話っていうのを自分の思いや主観でお話させていただいているので、ぜひチャンネル登録、高評価で応援していただけたらなってに思います。生配信ありがとうございました。またね。